吉田さん、お越しいただきましてありがとうございました。本当に短い時間だったんですけども、車乗せていただいてね、なんかやっぱこうワクワクしますね。取り立てて車が大好き大好き大好きってわけではないんですよ、私は。でもやっぱりいろんなものを今見てきて、この年齢で車にかける思いってのが結構際立ってきたかなと思いますね。まあ改造したりね、なんかいろいろパーツをつけたりとか、むちゃくちゃ詳しかったりみたいな、そこまでのカー基地ではないんですけども、でも自分が憧れていた車をね、順番に手に入れることができて、まあ、なかなかの車好きなんじゃないかなと私はね、自負してますね。まあでもあまり詳しくはないです。でも好きな車に乗ることを楽しんでいるという意味では車好きと言ってもいいんじゃないかなと思います。多分吉谷さんもものすごくね、自分のあこれいいなと思った空間に乗ること、そしてね、今回みたいに、まあ、いい車をね見せつけることによってね、いや私もねすげえな、羨ましいなということと、あとどんな車を所有するかによってその人に見えるイメージっていうのは確かに変わってきますね。 R34 時代に吉谷さんに抱いていたイメージと、それをね R34 を手放して、やっぱもっといいパートナーに出会えてるかなっていうところ、そしてきっと車ってのは私たち永遠に乗り続けると思いますんで、その途中でまたね再会ってものができるんじゃないかなと思うんですよ。R34は確かにこれからも値上がりすると思いますけども、多分いくら値上がりしてもその価格に向かって稼いでいくことが私たちはできますからね、うん、いや本当にいろんなことを思った、口には出さなかったんだけども、いろんなことを思った時間になりました。そしてですね、そしてなんですよ吉谷さん、やっぱり思いますね。いや BMW 500数十万ねしたと思いますけども、私もないと結構な金額でね、890万のローンだったと思うんですけどもね、うん、組みました。でもいや月間の支払いって私の場合はね短期ローンなんで毎月15万ぐらい支払ってるんですよ。で、セルションもまたそれに加わりましたんでね、だから車のローンだけで20数万円毎年ある感じです。まあけど暮らしには全く影響がないなっていうところには来てますね。まあ、そこまでいくとちょっとねでかいなって感じはしますけども、逆に私は住宅ローンがありませんから、家のローンを組んでいくとだいたい毎月に15万ぐらい支払いあるんじゃないですか。で私みたいな45で家を買うと多分残りの支払い年数って20年ぐらいになってますから、やっぱりそこそこのね家になってくると毎月の支払いが25万ぐらいになってると思うんですよ。まあ、私はそれがありませんからね。だから住宅ローン払ってる感覚でまだ車を買う余力はあるなってところですね。でまあお父さんお母さんにも毎月毎月お小遣いを上げつつ今に至るんですけども、もうこの暮らしをして5年以上経ちますから、5年以上両親にお小遣い、誕生日にはねちょっと一桁違うお金のプレゼントしてるんですよ。まあそう考えていくと、そこまではちょっとねさすがに非現実的かなと思うんですが、もう私のやりたかったことが今できてるなと、とにかくお小遣いずっとあげたかったんでね、で一緒に外食行ったり旅をしたり、たくさんの思い出作りができています。今毎日大和くんのことでね、家族ってものが、まあ、私の家庭もそうだし私の両親を中心とした家族もこう一緒に過ごすことができてね、やっぱ昭和のお父さんが目指していてできなかった暮らしを実現してるかなって感覚ですね。で自分の大好きな車にも乗れて、大好きなアニメもいっぱい見れてね、で大好きな漫画もどんどん見れて、本当に一日一日ああ自分を生きてるなっていうふうな気がします。きっと吉谷さんもそうなんじゃないかなと思うんですよ。さあいろいろとグダグダ申し上げましたけども、今日のね吉谷さんと最終的に行き着いたところ、この暮らしはできるよねってことなんですよ。もう私の暮らしがどうか分かりませんけども、でも今の暮らしにプラス5万とかプラス7万とかっていうのはこれ
そんなに難しくないですよね。多分誰でもできるし、やらないと自分の人生我慢だらけになっちゃうよってことなんですよ。ただし給料を持ってる人が、給料をもらってる人がプラス5万7万っていうのは、これはもう今の時代には非現実的です。会社とかマーケットが儲かってないですからね。なんか一部の業種に限って言えば給料はうなぎ登りですけども、でも大半の人がそういった時代に合ったビジネスに参加してないんですよ。なんか旧世代型のね、商品作って一生懸命セールスして、で同じような商品が世の中に溢れてるから過当競争になってる、そこにみんなで未だに参加してるから労を多くして実りなしだと思うんですよね。逆に市場が求めてるのに供給者が少ないようなもの、確かにそういう業界に入るのは難しいですけども、でもそこに行くと人生は簡単になりますよ。仕事は難しいけれども、人生はものすごくシンプルに簡単になります。少ない時間でたくさんの報酬が得れて、社会的貢献度も大きいもの。まさに昭和生まれの私たちが目指してした業種だと思うんですよ。で、今ね、40代とか50代になって、それができねえかみたいな感じですよね、確かに。うん。吉田さんがね、プラス7万。これできませんかねみたいなこと言われてましたけども、プラス7万といえば、私が一番初めて16歳の頃に、高校生の時に夏休みのバイトで稼いだお金がそのぐらいでした。できるんじゃないかなと思うんですよね。だからね、給料を上げていこうって発想ではなくって、収入を上げていこうっていう発想が全てだと思うんですけどね。まあ、このマインドチェンジができればきっと自分の人生を一歩進めることはそんなに難しくないと思うんですよ。なんせね、吉谷さんもできた、私もできた。決して人生有利なところからのスタートではありませんでした。むしろ大マイナスですからね。10年前振り返ってみれば、私はまだ借金を抱えて明日の見えない麻雀店の親父ですよ。その麻雀店もビルが競売にかかって商売が取り上げられる寸前だったわけですよ。ニッチもサッチもいかない人生とはそのことです。毎月毎月従業員の給料はね、払わないといけないし、家賃は毎月100万以上積み上がってくるし、いろんな書類にサインしましたよ。どうなっちゃうのかな、自己破産かな、恥ずかしいな、ね、仮にも店舗のオーナーとして肩で風を切って歩いていたのに、破産者、倒産者一夜にして誰がどんな声をかけてくれるのかなと、ちょっと考えたりもしましたけどね。吉谷さん、旅をお楽しみください。それでは。